お父さんがさ、おらんのかな。この時点で春のお父さんってどっかおるんか。もうおらんようになっとんかな。ディスクロニア、クロノスオルタネイト。行くかー。あれ、外の世界は、ここは接続者の記憶から作られたセキュリティ空間って言ってたっけ。なんか以前春の過去の話で見た外の世界の風景に似とる気がするな。ここは僕の記憶の中。そっか、だからか。こんな場所僕は知らない。記憶がないだけだと思うよ。古い集落みたいに見えるけど人が住んでいる気配もないし、まるで襲われた跡みたいだ。ナイトフォール直後ってところか。でもそんな話しちゃったもんな。ここのドックにさっきの形のもんがあるってことだろ。要は、あ、マイヤー。マイヤー意識接続しようとしてるわけやけん。おるのか。マイヤー、どうしてここに。わからない。気づいたらここにいて、うん、迷い込んでしまったみたいなの。まあ接続させようとしてるわけやけんさ、二人を。見たことのないものがたくさん。これが外の世界だよ。春、ここはどこ。この家あって、もしかして階層の中でなんかチラッと映ったっけ。これそのなんだろう、結構エピソード1の序盤でさ、3年前の局長との話でさ、若干映ったよな、こういう風景。まさにその世界に入ったって感じかな。ここは僕の記憶を元に作られている空間らしいんだ。春の記憶。そうか、これが都市の外なんだね。もしかしてここは春が子供の頃住んでた場所なのかな。ってことかもしれんな。この家の中にも入れるかな。なんだろうな。おい、途中まで。ここは途中までですね、これ。春、後ろを見て。なになに。え、あっと、これこんな感じだったな、確かに。扉がロックされてるみたい。ここか。もしかして閉じ込められた。ねえ、はい、何でしょう。この模様なんだろう。言おったやつじゃ、アイリが。見て春、ここ何かが欠けてるみたい。あ、欠けてる部分をうまいことはめ込まんかったら正しい状態になりませんみたいな。パーツが欠けてしまっているみたいだけど、どこがどう欠けてるか全然覚えてない。あの人に見せてもらったシンボルに似てるな。ね、ここは春の記憶を元にした空間なんだよね。そうだよ、ハニー。そのはずなんだけど、もしかしてこの空間が不完全なのは僕の記憶が欠落しているせいか。記憶を取り戻すための話が始まるんかな、これから。どうしたら。え、誰か、別の誰かの足音か今。待って、誰か来たみたい。そうだね、来た。え、どこどこどこ。ここか。あ、春のお母さんだよこれ。名前忘れたけど、何だっけ名前。何ハイオンだったっけ。
何さえ読んでんだっけこれな。消えていきました。今のはマミーですね。ソニアサイオンじゃ。思い出した。ここ何かが欠けてるみたい。お、なんかの絵。この欠けた部分は何だろう。さっきのあの子が持っていっちゃったのかな。なるほど、何かを書いてた頭みたいな感じになってる。これは何かが書かれてるみたいだ。ここには何かが置かれていたのか。これ?これだ。何この本。ハマった。あ、新しいエリアが復元されていく。なんだこの機械は。すごい。真ん中にすごい気になる機械がある。何これ。欠けた場所を埋めていくことで空間が復元されるってことかな。そういうシステムらしいな。何を操ってるんだ昔の僕。昔の僕、何をやってるんだ昔の僕。あれは奥に行ってみよう。よっしゃ。これは何だろう。ここにもノイズがある。何さっきと同じようにもともとあったものをここに入れるのか。なんかそれっぽいもんあるよ向こう。なんか丸い筒みたいなもん。よし、これだ。なんだこれ。もうなんだかよくわかる。ボビンケースみたいなね。ボビンケース。ボビンケース設置。なんすかこれ。また復元が進んだ。そもそも何なんすかこれ。あそこを見て、ハル。何か作よるな。焚き火に入れて。あらあらみたいな感じでお母さん見よるわ。ここにもノイズがあるよ。なんでしょうねこれ。ここは火を起こす場所かな。かまどだっけ。炭治郎な。家の中にこんな場所があるなんて。炭治郎がここにあるな。ここにも何か欠けているものを埋めるのかな。炭治郎に欠けているものってなんだ。探してみよう。なんかあるか。でも四角いもん、はまりそうな四角いもん。ここやな、光ってるこの部分だろ。あ、中なんか入っとったりする。入ってないか。だったら一旦戻って、上か、上登れるか。登れはせえへんのか。あ、うん、どこだろう。どっかなんかあるかな。え、なんかあるか。あ、あ、じゃあな、これはモデンな。え、あ、これ、これ自体を差し込むんじゃ。これよく見ると模様が違うみたい。そうか、模様の、あ、ほんまやな、違うわ。だったらこっちはな、丸。丸これ。え、あれ違う。あ、そこじゃないんよ。俺そこはめ込んだんちゃうんよ。正しいやつはめ込まなあかんのか。ズマスターダレーズさっき。ここはめ込まなあかんのよ。これをこっち。そうね。よし。
すごい、ノイズが消えたよ。おっしゃー。うん。ねえ、なんかニュースのさ証言する人みたいになったら、あの人がこんなことやるとは思わなかったです奥に行ってみよう。よし、じゃあ行こう。クレヨン書いてあったの、そういうことやな。こんな何もない場所やけど、それでも楽しく過ごしちゃったやな。子供の頃の春だったね。やっぱりこの家は僕が子供の頃に住んでいた。そっか。あ、かけらが出てきた。足りないものってこれだったんか。そこを見て、何か光ってるみたい。これだ。これが足りないものか。足りないものっていうか、ここがさ、はめ込む場所って感じであるって、あるけん、これと同じものはあと4個手に入れなあかんのじゃ。結構この世界でやること多いんかな。ぴったりはまったね。そうだね。やっぱりこれが扉のシンボルの一部かみたいだね。これでロックが解除された。いや、いや全然足らんぞこれ。他にもパーツがあるんだと思う。長丁場になりそうですねこの世界。何、違う空間になっていく。違う時期の記憶が出てくるから、もしかして。あ、なんかさっきよりもあれ果てる前みたいな時系列やな。ちゃんと机とかある。ちょっとややおしゃれな感じ。おお、今のは。なんか食べ物並べるって感じやな。この模様は変わってないみたい。まだパーツが欠けてるね。あの人が言っていた通りなら、全部お揃えなあかんわけじゃ。このシンボルを完成させれば、最終セキュリティが解除される。システリアのログを確認できれば、マイヤの無実を証明できるし、マイヤを目覚めさせるための手がかりも見つかるかもしれない。よっしゃ。マイヤ、僕はこの扉にあるシンボルを完成させないといけないんだ。きっとこのシンボルを完成させれば、扉のロックも解けると思う。手伝ってくれ、マイハーニー。調べてみよう。この空間が復元されていけば、また新しいパーツが現れるかも。そうだな、マイハーニー。次じゃあ机の上なんかありますねこれ。これは、あ、これ触れんのか。狂気だ違うよ、そういうことやようわけじゃないんよ。記憶ね。あ、これ、あ、テーブルの上にあったん、これじゃ。こうか。これをこっちに置けば良さそう。あ、合うよね。よし、コーデ袋を。よく見ると模様が違う。え、違う？あ、ほんまじゃ。あ、違うやつか。別のところにもなんかあるんだ、手袋。こっちか。え？どんな模様だったっけ？あー、なんかちょっと横に白い線、太い線が。あ、こっちかな？どれどれ？あ、え、これも違うな。どこだだったら。パッと見でいろいろあるんやけど、これも違うしな。これも違った。これは、あー、これも違うな。これ、ちゃうもんな、これ。え、あ、あ、当てる？あ、当てるわ。よう見たら当てるわ。え、やべ、俺、目バグってるかもしんねえ。小さい春が、あ、
夕食の準備をしておる。偉いね、その小さい小さい頃から親のお手伝いをするって偉いね。俺しょったかな、小さい頃、これぐらいの小さい頃にお手伝いかしょったかな。で、置いたわい、あ、グラスか。で、今度これを同じように移動させてみたいな感じだな、これなんか実験で使いそうな感じのやつ。はい、でかいなこれ、ミキサーみたいなサイズじゃないかお前ワンちゃん居酒屋だったら出てくるかもしれんけどな。ポットの水がまだいっぱいになってみたいみたいだね。あそこまで言わなかったな。そうか、行動を再現しなあかんのじゃ、小さい頃の行動を再現しなあかんのじゃこれ。どうやって動かすのこれ。ああこうか。で、上に上げっぱなしでこう出てくる感じ。これでいいだろう。よし、これでさ、ここまで入ってなかったねみたいな感じでさ、苦情言われたらさ、ぶん殴りたくなるんやけどな。水の量違うぞみたいなさあ、ある次はどうすればいいんだい僕は。このジョッキー、あ、なんか置いた、料理かな。おい、なこれ、かまどの中に入れとったピッツァみたいなの出てきたんじゃん。ピッツァみたいなやつ来たんじゃん、これピッツァ作ってたんか。やけどするよ。どうした喜び方がガチャでさ、 SSR 当てた時の反応なんおお、この二人の関係性も温かいな。こういう頃があったやな、春って。ああ、あ、でもさ、なんでこんなところでさ、つつましく生きよった二人がさ、実験に参加とかなったんだろうな。何かあったんだろうな。春のお母さんに会って実験に参加しとったって言おったもんな。なんかなんかあるんかこれ。なかなかなんか引き出したりせんでもええんかこれ。これね、光ってますもんね。あ、こっちにあるんじゃ。ピッツァだ、ほんまにピッツァ来た。わあ、俺ピッツァ大好き。マイヤー、あ、さっきね、ここにいるとかなあかんのじゃ。待っとけばええん、これ。あ、あ、火つけなあかんのか。あちちちち、あちちちちちち、もうよくないちゃんと焼けてないねって言われるかな、もしかして。焼かないと食べられないねですよね邪魔だよ。あ、違うって、おい、ちゃうって。あピザ、じゃあ待たかなあかんかのかな。ピザ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 って10回クイズもやりながら待たなあかんのかな。火つけなあかんのちゃうんかな。え、いいんかなこれ。なあ、まあいいや。何でお前さっきからぼーっと見ようだけな。手伝ってくれてもええんじゃん。うん、かまどに火つけなあかんよな。ここかな。この木持てたかな、実は。あ、持てるんだこれ。あ、持てるんだこれ。持てたわ。ただ反応が悪かっただけだったわ、さっきまで。これ。これでええのか。ピッツァピッツァピッツァ。これさ、昔のアルトデウスとかの時代だったらこんなに食べれんかったんよな、こんなピッツァ。プリントフードって言ってさ、人工的に作られたもんだったら出てくるかもしれんけどな。一緒にピザを作ったのを思い出すね。あ、すごい言ったんじゃ。そうそう、マイヤーがちょっと焦がしちゃってね。テーブルにセットしてみよう。よし。わ、ピザ食いたくなってきた。
ピザ食いたくなってきちゃった。コンビニでライトやつ買ってこようかなって思ってくらい、ピザ食べて食べてまね、食べたくなってきちゃった。さっきお昼の3時半ぐらいでチョコ食べたんですけどね。すごいタイミングがあまりよろしくない。あーっと、あ、手紙あるね。変なこと言っていいですか、春のお母さん胸大きいね。お父さんがさ、おらんのかな。この時点で春のお父さんってどっかおるんか、もうおらんようになっとんかな。あ、出てきた、よし。二つ目の扉のパーツだね。そうだね、あと三つもあるんじゃ。結構は春の記憶パートの長なってないがいいかな、これ。これでようやく5分の2やけんだ。あ、こっちじゃ。2つ目の認証が解除された。はい、いくつあるのかな。3つもあるよ、やばいな。春の記憶めちゃくちゃ深掘りできるで。上の階か。あーっとっとっと、なんだそれ。これはなんかガキっぽいな、なんか。あの子、また。なんか起動していたぞ。春、見て。機械が動いたみたい。なにこれ、なんか音楽流れそう。わ、謎解きかな、これもしかして。謎解きしそうな感じやな。わ、謎と聞きましたか、ここで。ねえ、まあいいや。どう思う？マークをすればいいのかな。マークね。ボタンを押して。ちょっと動いたりするわけね。上向いとる状態で全部揃えなあかん感じ。押したら、そのボタンの左上、右上のボタンが動くみたいな感じのシステムらしい。頭使う系苦手なんですけど。あ、なんかちょっと近づいてきてない？それでも。なんかいい感じに進んどる感はあるような気がするけど。あ、いけたわ。おー、なんか直感的にいけたわ。直感的にいけたわ、なんか知らねえよ。俺やるんじゃねえな。俺頭いいとは言い難いけど、なんか直感的にうまいことで進めれたわ。こんな頭使うやり方やらんかったら、動かん機械ってなんか不便やな。頭いいね、お母さん。いや、こんな機械作った人が頭悪いんじゃん。もっと起動しやすくすればええのに。なんでわざわざこんな謎解きゲイってことしなあかんのな、これ。旗折り機なん。これでなんかいろいろ布製品とか作るんやな。ああ。お薬？ああ、具合が悪いんじゃ、お母さん。なんか病気患っとんかな。あ、記憶できた。この3つ目はちょっと比較的早手に入ったな。これを扉にはめ、よっしゃ行こう。あー、こういう部屋のができとったんじゃね。まあいいや。なるほど、あの絵日記の絵は部屋を飾り付けした時の絵だったんだね。結構でかい部屋、でかい家住んどんやなって。これでとりあえず3つです。
うん。もう少しで扉が開きそうだ。そうだね。このままうまくいけば。よっしゃ、なんかうまくいかない時のフラグ立てるのやめてもらっていいですか。今の言い方。行くから。うまくいくから。あと2つ。でもどんな記憶があるかな、あと2つ。あ、寝室じゃ。一緒に寝る？あ、寝込んどるで。具合悪くなっとるな。体弱いんやな、お母さんこれ。あ？西っていう、あ、海しかないってことは上、海の上のアスラムクローズの話しちゃうやな、やっぱ。なくなった？もう具合が全然良くない感じじゃん。あー、こういう感じだったんやな。小さいうちにちょっと春がお母さんを亡くしたような展開になってきよんな。大丈夫だよ、春。ん？あなたのお母さんはこの後私たちの都市に来るんだから。あ、それはそうか。都市に来たからこそ実験の被験者になったところがあるんやな。別にここで亡くなるわけではないんじゃな。強くなってるみたい。ほんまじゃ。なんだか胸騒ぎがするね。なんかすごい展開になりそうな感じね。どうした、マイヤー。そんなすごい目をギョッとしたような顔になって。また謎解きっぽいの出てきた。わざわざさ、謎を解かんかったら作れんような薬やめてください。そんな謎解き要素選んでない。簡単に作れればやん、薬。薬の調合のメモかな。薬の材料を取りに外に出たのかも。ああ。ということは、これは薬を調合するための装置かな。どこから持ってきたんだろう。ね。マーク、見覚えがあるよ。マーク。確か極東地域にある都市のエンブレムだったはず。ああ、そっちのなんか交流があるんか。なんか落としたね、それより。あ、数字7409580。なんかの数字らしいけど、いまいちよくわからんな。まあ、置いときましょう。まずこう、お、なんか欠けた部分なん。いや、欠けた部分にしてはちょっとサイズが合ってないけど。まだ欠けてる部分があるな。ああ、いくつかあるってことか。どこかに落ちているのかも。じゃあさっきそれ調べてみますか。いくつかに分かれてしまったんじゃ。まずこれも、これか。まずっていうかこれか、残り。これっぽいな。よし、揃った。なんか掛け算の話しとるな。赤は 3×125 みたいな感じになったんかな。いや、左側でもなんか掛けとるっていうか、あれ、これ掛けとるって言うんか。なんかぶっかかってか、分からんようになったみたいになっとんだよ、これ。もうちょいなんか調べたら出てきそうな感じがするけどな。こっから先行けん。これも薬の材料なのか。あまり口に入れたくないな。口に入れたくないな、言うとけんな。薬は紫だったよね、みたいな。なるほど、この紫の薬を作ろうとしとる感じなんじゃ。この瓶がいろいろ色があって、この赤いやつ。何かの植物の種かな。どっかに、あ、ここに乗っけるんじゃ。そうやな。
赤となんか草の色、草の葉っぱみたいな色ついてるけど、青い薬剤だ。これは薬草かな。これやな多分、この葉っぱのマークは。でなんかわからんやつつけて、それが3になってる感じ。この隠れた部分気になるな。この隠れた部分さ、どっか破れたもんちゃうもんなこれ、見た感じ。これどれだろうみたいな感じになってるわけで、適当にやってみるしかないんかこれ。あ、これバッテンか。80が正解だよみたいな感じになっとんじゃんこれ、おそらく333、真ん中が4じゃな、葉っぱの部分が。だったらってことかな。ここに何か入れて3でいい感じにいくんで、多分そういうこっちゃかな。え、そういうことかな。3プラス4プラス3で10ってことだろ。じゃあこっちなんだろうな。こっち、この3つ目がどれに当たるかっていうヒントがないんやけどな。これでええかな、適当に。これ以降なんかヒントなさそうやけんさ。セットアップ。あ、でもなんかそれっぽい色出てきた。え、温度？え、この温度。なんか温度出てきた。いいかな、これ。あ、温めれるんじゃ。あ、温度なんかな、この80って温度のこと言ったんか。温めろ。なるほど、この温度じゃないとダメみたいな。サクセス来た。薬ができたみたいだ。できた、これでええんか。確かに色合い似たようなんでできたな。こちら青で正解だったん。じゃあこれ何？口に入れたくないって言ったけんさ。ほんまに口に入れちゃあかんもんだったんかな。そんなもん一緒に置くなよ、危ないって。口に入れとったらどうなったこと。よっしゃ、できたんじゃんこれ。なんだい？話進む？広がった。上行けるようになった。上が寝室やもんな。見て、ノイズが晴れたみたい。寝室に行ってみよう。オッケー。薬がここにいて、俺が過去に干渉したみたいな感じになったんじゃ。干渉してここにあるはずのない薬が出てきた感じになっとる。スニーキングスキルが身についてる。お母さんも心配になってる。アストラムクロースのことじゃないんだよね。なんかそれっぽいね。そうよね。なんかそれ以外にも町があるみたいやけど。東の砂漠にある町だ。もしかしてあなたとお母さんは町から逃げてここに隠れ住んでいたの？なぜ？そうだったのかもしれない。わからない、覚えてないんだ。気になることやけどさ、なんかこういう重要なことでエピソード3あたりでわかりそうになるけん、今回はわからんのかな。春がいた東の砂漠地帯は変異体への迫害がひどかった。あ、それでか。それで逃げてきた感じじゃ。この二人とも変異体やけんみたいな。聞いたことがあるの。小さい頃はよく怖い夢も見て。春、そんな迫害されるような人種だったんかな、変異体って。どのくらい思い出したの？もうやめた方が。大丈夫だよ。春は強かった。僕は自分のことをもっと知りたいんだ。そうだな、知ったら強い事実かもしれんけどさ、それでも知らないよりは知っておきたいってことがあるよね。そういう状況。3年前よりもさらに前の記憶がないんやもんな。だいぶすごい範囲、広い範囲、自分のことを知らないというね。あと一つか、この境遇か。なんならマイヤやノエルみたいな仲間の記憶すらもさ、仲間との交流の記憶すらも忘れとからな。
どうしたんだろう。絵日記を見たまま動かないね。あ、泣いてる。なんかお母さんに何かあったな。やぶせた。やっぱお母さんに何かあったっぽなんじゃ。あんなに大事にしてたのに、ここには何が書いてあったんだろう。え、集めなあかんの、もしかしてピースを。これやな、これか。全然じゃらへんわ。ページを元に戻すと空間が復元されるみたいだ。全部集めなあかんの。何が書かれていたのか全くわからない。めっちゃビビになっとったよ。すごい、ビリビリせんでもええだろうって思うぐらいビビになっとったよ。どこ。こっちじゃないか。でもこの辺の範囲にあるだろう。どこ。あった。こんなこんな綺麗に挟まることある。いや、挟んだだろお前。ビビン破いて飛び散ってんじゃなくて挟んだだろお前。なことあるかだ。2枚目、もう1枚。どこだろう。どーこー、どこだろうな。あ、こんなとこあった。なんか持てるなと思ったらこんなとこにあった。どうやって食べよう。こっちか。あー、いいとこ隠してるね。いや、隠してるねこれ。ビリビリ破いてどっか飛んでいったパターンじゃないな。絶対違うってこれ。春後からか。あったー、起きてない、ちゃんと起きてない。もう宝探しの隠し方なんや。もう OK。 次まだあるかな。あるよね。字が乱れてる。子供の書いたものじゃなさそうだけど。何が書いてあったんだろう。まだ分からないな。行ける場所が増えたね。そっちにも探しに行ってみよう。オッケー。どこ行ける場所って。どっか増えた。あ、ピッツァの、ピッツァのやつあるで、これ。あー、ピッツァのところで隠しとるな。で絶対隠しとるパターンやなこれ。意図的に隠しとんねんか、お前。なんか俺らが探すことをさ、予見しとったかのごとく隠し方しとんな。結構、もろのところに隠れとるパターン。あるわ、ここにも。もうじゃないよ。よし。もういちいちさ、ちょっとはみ出るぐらいのさ、ちょうどいい感じの隠し方してくれたんよこれ。他にもなんか手取れるもんあるかな。あとは他に隠せる場所はみたいな感じの。もう隠せる場所はみたいな感じの探し方にしとけんな。あ、あるね、なんかそっち、これだ。なんかはみ出ても見えたわ。これでよし。あと1行ぐらいあるな。あ、こっちが開いた。これは涙の跡。あ、泣きよったもんな。閉めとる。何が書かれていたのか、もう少しで分かりそうだ。よっしゃ、次こっち。タペストリーとかある。タペストリーって言うんかな、あれ。ここはめぐれんな。どっかつかめたりはせんか。あれ、こっち側が開いたってことはさ、ここら辺にあるかなと思ってんやけど、あれ見当たらんな。あ、こっちか。あるわ、こっち一個。よし。あと、この辺にまだありそうな気がせんでもないな。これはもう関係ないし。ローブのそばに隠れとるって感じでもない。
上行けるんやけん。あ、あー、例の薬のうちら。ここにもあったか。あと1枚。行ける範囲的にまだこっち側があって、中はまだ入れんのかな？入れんな。こっから手の届きそうなところにあるわけでもなさそうやし。戻ろう。あとは、こっち側見とけんな。こんな隙間とかすごい人ころは隠しとったりせんだろうな。あ、こんなとこあった。ようやく見つけた。よっしゃちっちゃい春、なんだか辛そう。文章なんて書いてんかな、これ。これって何が書いてあったの？お、あー、記憶は出てきたけど、いや、何が書いてあったん？思わせて。もしも母さんが世を覚まさなくなったら、これはお母さんからの手紙だ。遺書みたいな。僕が一人に残された時にどうすればいいか詳しく書いてある。ほう。大丈夫？大丈夫大丈夫。何せこれ、あと最後の1ピースが手に入った。これが最後のパーツか。よし、こういう覚悟があったわけね。よっしゃ、扉、隠された扉が開かれる。これがセキュリティの解除キー。これがあればシステリアのログが見られる。よっしゃ、マイヤが犯人じゃないことも証明できるはずなんだ。だよ。これでいけるんじゃ。あ、なんだ、誰か来たみたい。外かな、外から。お母さん、違うな。誰、ガチめに誰。わー、暴漢。ガチめの暴漢出てきた。あ、戻ってきました、この世界に。一体どういうことなんだ。もうなんか謎を残したままこっちの世界に戻ってきてしまったな。なんのじゃないの。久しぶりだ。リリーのことは久しぶり見ちゃった。うん、君のおかげでだいぶ繋がってきたよ。そうか。どういうことだ。この人形の人格層にはいかなる人格も存在しない。お？模擬人格すら。どういうこと、つまり。システリアの中には確かにマイヤが。じゃよな、マイヤが入り込んどる健康マイヤの。え、偽物なんこのマイヤ。この人形の人格層はね、拡張無に接続されてるみたいなの。え、じゃあ拡張無経由でマイヤが入り込んどる感じ。つまり。はいはい。マイヤガネットの意識は拡張無の中に囚われているってこと。そういうことになるんじゃ。拡張無にマイヤが、どうしてそんなことに。で、それがなぜか知らんけどシステリアに接続して、こうシステリアの体のマイヤが出来上がっとる感じ。3年前の実験は君たちを拡張無に接続するものだったんだね。その時何か理由があって博士がそうしたんだと思う。割と成功身に近いんかな、これが。成功したらこんな感じってことか。この体は誰でも操作できるよ。ああ。拡張無の中のアクセスポイントを知っている人間なら。
しかしこれじゃ振り出しだね。博士を殺した犯人は絞れない。拡張無が殺人に利用されている。なるほどね。あ、じゃあそうなんじゃ。拡張無の中からさ、このシステリアの体を操って殺人を犯したやつがおるってことなんじゃ。なら拡張無のアクセスポイントが知っとったら、アクセスポイントどこまでの人間が知れるとかあるんかな。マイヤを目覚めさせるにはどうしたらいい。あの子が拡張無のシステムの一部になってるなら、どうにかしてネットワークから解放するしかないよ。えらいややこしい話になってきてる。夢の中であの子を見つけてショックを与えるとか。何ショック。ショックって何。僕マイヤのこと前から嫌いだったんだ。嫌なショック。嫌なショックの立て方やん。そういうこと。そういうことじゃないよね。まだ解析中のデータが残ってる。少し一人にしてくれない。え、君の ID は記録したよ。何か分かったらすぐ連絡するから。拡張無のシステムの一部になったマイヤ。うん、きっとあの子のことだ。時計を使ってあの子に会いに行かないと。ああそうか、あれが拡張無につながったマイヤの姿だったんかな。とりあえず過去の記憶編は終わった感じになるね。